チャオ、あちゃんです。今日7月の2日、3日、3日、火曜日のあちゃん家の晩ご飯、ドライブでね、何しよっかなって言ったら、鶏やねーだ、照り焼きおいしいんちゃうってくれて、照り焼きにしたいと思います。はい、できました。鶏の照り焼きワンプレートディナーで食べたいと思います。あと高野豆腐と漁師のまかない汁でお味噌汁作りましたって感じで食べましょう。ではいただきます。食べましょう。はい、ということで、ドレッシング、よいしょ、はい、ドレッシングかけてね、はい、食べましょう。どう味？いただきます。味どうですか？よし、食べよう。美味しい。美味しいねって言うね。照り焼き迷うかもよね。おかじゃんだよ。ご飯で。どれぐらい？まあ適当に入れておこうか。ちょっとやろうか。もうあれ全部食べちまうんだよな。もうちょっとそこ。今さっき。お味噌汁も食べな。今日の美味しいからな。あれ、高野豆腐入れたから美味しいよ。タレが効いて美味しいわ。美味しい。ワンプレートにちょっと楽でいいね。ご飯がタレご飯になってもだけど、タレやろうか。光るタレ、タレ、
そんなに。何が邪魔って。何でも後から。タレが余ってんのよ、ちゃんと。しかもタレ少なかったな。最初のご飯に染み込んだから。タレ多いのは多分あれや。ドレッシングや。え、ドレッシングけん。照り焼きのタレ？ドレッシングそんなかけてないもん。ああ、おいしい。あごだし、おいしいわ。うん、こっち、あごだし食べなかんわ。しなくてあの、しょうもない。サブ。暑いからサブじゃない。うん、あ、サブ。うん。誰も突っ込んでくれない。サム。どう味、いける？しょうもないぞ。しょうもないぞ。いや、今頃かよ。何を言うてボケたんか忘れてしまう。はあ、寒かった。まあまあやったで。え？まあまあやった。まあまあやったって、あのそれボケ殺しやん。関西の味が、味かい。美味しかったやろ。まあまあでいいかな。そうなの。あ、野菜食べ。ドレッシング、はい。ドレッシング。ね、キュウリは塩でもいいけど、塩あらへんわ。持って行ったほう。あれ持って行ってない。どっかあるはずで。はい、お茶あるやん、ここに。はい、うん、入れてやん。コップ探すわ。前前水筒に入れるわ。なん、あかんね。もうそんだけしか今日お茶ないねんから。ほんとばかさんないねん。そんな入れへんから。入れとり。うん、おいしい。カレーご飯めっちゃおいしい。食べられへん。お皿にくっつけてるけど。あ、美味しかった。照り焼きいいね。うん、あ、トマト美味しい。トマト食べやな。うん、トマトめっちゃ美味しいな。
湯豆腐とタコだしと仙台の仙台味噌めっちゃ合うよ。うん。何や。田舎味噌っていうかな、こういう系の味噌好きやねん。何回も言うけどね、これ。好きやねんからなんやねんって言われたけど。かけすぎたわね。ドバっていくからそれ。ほら。言った通り、食べたら出るやろ。ボトル買えなかった。あ、うん、美味しかった。ボトルあれに買えやなんだ、うん、ワイングラス。ワイングラス意味わからん。はい、ということでごちそうさまでした。鶏の照り焼きと、高野豆腐の両親のまかない汁、美味しかった。ということで今日なっちゃんの、あーしゃっくりが出るわ。今日のあちゃんの晩ご飯、鶏の照り焼き、ワンプレートディナーの高野豆腐と、高野豆腐の漁師のまかない汁、美味しかったです。ごちそうさま。今日のあちゃんの晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、また応援コメントとかチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。チャオ、あちゃんです。今日なんかアレクサが言い出した。7月の、3日火曜日、あっちゃんの、おやつタイム、おやつタイム、晩ご飯の朝のおやつタイムは、あずきバー食べましょう。はい。なんかキーン言いなさい。言うてないキーンって。耳鳴りや。耳鳴りか。耳鳴りみたい。またキーン。はい。それで、いただきます。あお。かか。じいちゃんやかまやかましいわ。せめておばあちゃんで言え、うん、おばあちゃん言うな。おじいちゃん言うてんやん。あ、よかった。おじいちゃん言うてん、おじいちゃん言うてん、おじいちゃん言うてん、じいちゃん、あずきばは最高やね。硬いし美味しいし。あれやろ、お茶に入れるやろ。お茶に入れるやろ、こうやって、うん、せんべいも同じように。せんべい、なんでお茶もなっても硬いせんべいもそうやってな食べてんねやろ、噛めへんからって。うわめっちゃ似てるな。うん、あ、硬い、美味しい。でもね、晩ご飯食べて、デザート食べて、今日はね、ライブしようかな。夕方にライブね、二部作でやって、もう一回やろうかな。論書みたいな、論書じゃないの、ちょっとみんなとこう、いろいろ話になったらいいことやしね。不安定でやったわけでもないんだけどね、いろいろやっぱこう伝えたいこともあるし、伝えるんやったらガチで真剣にいった方がいいと思うからね、うん、やりすぎたかもわからんけど、変わらずね、やっぱりライブであれだけ言ってもね、ライブによう入ってきゃへんのにね、コメント欄でだけで生きるやつがいっぱい出てくる、悲しい話やね。まあそんな話をね、おやつの時間に引っ張っても仕方ないけどね、うんうん、でも甘いの食べたらうん、わしらぐしいいわ。GPZ400 やん。懐かしい、かっこいいな。
何やねん、ごめんごめん。おいしい。これもテスト勉強がするんだけどね、まあ出せへんらしい。お風呂でライブするわ、どこでしていいでってまだせへんし、光も昭和下で向こうの部屋でするからいいよ。なんかさ、上はこんな折るとこでガチャガチャした方が勉強しやすい、下は静かとかしやすい、意味わからない。静かな場所やすいんじゃなくて、こっそり隠れて勉強せへんけど、何でも言うよ、まあ、頑張んない分の疲れやからね。うん、ああ、いや、体が生き返るわ。明日はなんか、まあ、今度はある気がいいんだけど、もう5度低いらしい。うん、あ、これもやるねを、うん、あ、おいしい、うん、おいしいね、うん、なんか甘いもん癒されるし、心の栄養やね。うん、なんかこの小豆バーって昔嫌いってで、年寄り臭くて、うん、まあいいやったけど、なんかこれ食べるとね、癒されるね。最近好きやね。買った、上上ないっていう、ついついね、棒見ると外れって言ってしまいたくなるね。ゆなちゃんのアイタイム、井村屋のあずきば美味しかったです。ちょっと硬かったです。本当にね、またこの後ゆっくりしてライブでもして、日本のあっちゃんの日はくれるでしょう。はい、よでした。まあお弁当ないからね、あ、ゆっくりあの夜のソッパーで起きとっても大丈夫やしね、まあ早んでてもうちやから、こんな感じで今日あっちゃんはゆるくゆるく過ごしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのおやつタイム、井村屋あずきば、おやつタイムじゃあ、一晩ご飯の後に出たタイム、井村屋あずきば、よかったよと思ってくれたら高評価を、で、応援コメント、チャンネル登録待ってます。で、またね、バイバイ。